お墓ですよ、ね、時代遅れです、その考えも誰もさえだ嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説のコーナー、イエーイ、よっしゃー、やったー。怖い都市伝説に詳しい方、関川淳です。おーい、関川いいじゃん。自己紹介始める。怖い都市伝説一つも知らない田村さんです。どうも、都市伝説に詳しい人間です。人間じゃねえだろ、人間だろ。それつまねえ都市伝説発表してよ。宇宙都市伝説なんですけども、宇宙都市伝説ってさ、結構今までさ、何回かやったじゃないですか、ね、なんか、スケミイラになったユーチューブ人とかさ、ユーチューブ人、めちゃめちゃ細かいところにフィーチャーしていた都市伝説を多く喋ってきたと。今日はそういう感じとはちょっと変わって、ちょっと広めに行こうかなという。なるほど。数学をね、小学生学ぶときに因数分解しますかっていう話。ああ、する、あ、しない、しないです、しないです。そう、まずは九九数えんかいっていうことで、まずは足し算しようか。足し算、まずは足し算する、ね、宇宙人が実在した証拠5選、これをちょっと。まあ、一つ目はイントロダクションということで、宇宙人の捕獲に成功した映像がありますので、海外でね、そういう動画が一本公開されまして、それがもうね、また切った。そうなんだ、俺もね、だから、やばかったね、だから、だから言ったんだ、だから、なんか、あれ、なんで消えたん。最近マジか、撮影、撮影始まったら消える、いたずらしてんの、ガチやばいよ。エリア51、エリアフッテージって英語で打てば、まあテロップにここら辺に書いておくから、これを検索すれば今でも見れます。まあこんな感じなんだけど、これは怪しいわ、怪しいね。結構信じる人が増えたんですよ、この動画をきっかけに。なんでこれ、なんでかって言ったら、そのエリア51で撮ったものって、あのアメリカが発表してて、あ、もうアメリカが発表したの。そう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 、まあそこが発信したから、結構本当なんじゃねって信じる人が増えて、めちゃめちゃ世界中でバズった動画です。まあ1本目はこれですよ。はい、主に紹介していきたいのは2つ目からですね。これジャブ、これはイントロダクションです。あ、じゃあイントロダクション、ジャブではない。まあジャブでもいいです。いや、こだわり持ってや。2つ目、これでございます。はい、おう、これね、いや結構有名なんだけど、ストーンヘンジっていう石です。はい、紀元前2000年とかから建ってるってされてる建物でございます。へぇ、そんな昔から。この場所から約250キロ離れたところの岩とめちゃめちゃ性質が似ていると。だから250キロ離れたところからわざわざ運んで作られたんじゃねえかっていうのが一番有力な説でございます。一個一個の平均が4トンなんですよ、岩4トン。これはちょっと巨人いましたね。そうそう、ちょっとめんどくさい方向に行くね。いやでもそれがね、あらがち間違っていないとき、神話ができたのが、その本当もう2000年前とかよ。その時の神話に書かれてるんだけど、はい、魔法使いがまずいて、その魔法使いが巨人に作らせたんだって、あのちゃんとした神話に書いてあるんですよ。まあ巨人とかはさ、結構ふざけてるけどさ、普通に考えてほしいのが、2000年前の神話の人々がよ、魔法使いが巨人に作らせてるんだって言ってる時点で、2000年前の人ですら作り方知らないっていう。だからこれどんだけ昔にあるのっていう話。確かに。だからこれね、宇宙人お得意の UFO、 ふわふわふわって浮いて浮かばせてこれ作ったんじゃねって言われております。なるほどね。じゃあ3つ目、はい、ミステリーサークル。いや、ほんとすごいよね、ミステリーサークル。いや、これはほんとにすごいですよ。1960年代にイギリスで発見されて、どん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 80年代とかになって、もう世界各地いろんなところで見つかるようになったと。これだからちょっと思ったんですけど、足跡じゃないかなって、巨人なんじゃないかな。いたずらでね、うん、作ってる人がいろいろ多いんだけど、はい、まあでも一番最初にできたのは本物らしくて、まあだから偽物がこう多くなりすぎて本物が霞んじゃってるパターンですね、これは。でね、これがやばい、このミステリーサイクルがやばいから。何、こちらです、これです。もう完全にこれ宇宙人でしょ、うん、カードみたいになってる。まあそうだね、なんかカードみたいな。効果書いてないこれどことかわかんない。これはね、イギリスですね、これも。イギリスやめよう、やばいね。ちょっと調べていいですか。お、神出鬼没の覆面絵描き、バンクシー。うん、イギリス人。バンクシー
囚人だったんだ。そこバンクシーなのこれ。そうだったんだ。それでは4つ目です。デレン、はい、これで出ました。出たー。クソゲン、クソゲン、クソゲン、クソゲン。元気が入れてる入れ墨どうでもいいね。あー、そうなんだ。いや、これはすごいよね。そう、これナスカの地上。これやばいね。これクソでかいんでしょ。これめっちゃでかい。半端じゃないんでしょ。できたのが約2000年前とされております。これ何でできてるの。明るめの砂を持ってるだけです。こういうのとか。うわー、あ、そう、これ知ってる、これ知ってる。そう、これとかもう完全に。これもめちゃめちゃでかい。当時の人々っていうのはこの宇宙人をその神だと思ったらしいの。神様へのその敬意を称して作ったらしい。宇宙人の知恵を借りながら。結構さ、まあベタなところを言ってるじゃないですか、うん、でこんだけ結構ベタなとこ言ったら残り1個はなんとなく予想できちゃわないですか。アポロです。アポロじゃありません。違うかよ。ピラミッドなんですね。ピラミッドなんですよ。いや、もうこれすごいわ。そう、じゃあノリさんに聞きたいんですけど、じゃあそこに小学生が歩いてました、うん、小学生が、うん、ノリおじさん、うん、ピラミッドって何って言われました、うん、これなんて教えますか。おじさんじゃない。おじさんじゃないの。お墓ですよね。時代遅れです、その考えと。あれおじさんやな。時代遅れです。おじさんじゃないぞ。宇宙人との交信を図るそのテレパシーを受け取るものだとこれされてるんですね、これなんて。そう、これもう中墓あるとか思うでしょ。いける、それ。墓ないです。ピラミッドにはあるやつもあるけどないやつもある。てか、ピラミッドって意外とエジプトのイメージだけじゃん、うん、めっちゃいろんなところにあるから実は。で、まあこのピラミッドはその紀元前2500年に作られたものなんだけど、はい、こんな昔にねすごい緻密に作られてて、こうレンガをこう一個ずつ積み上げられてて、もうね今だからそのヘリとかあるからこう上とかから見ればわかるんだけど、もうとにかく計算がもう完璧なの。そんな時代にこんなピラミッドを人間の手で作れるわけないって、そのピラミッド研究家のボルダー博士が、ボルダーなんつって。でしかもこのピラミッドをどんぐらいの年数で出来上がったかっていうと、これたったの20年でできたって言われてて、それは無理やろっていう。だってあれよ、奈良の大仏とか多分20年ぐらいか、多分あれも、そう考えたらデカさもねスケール全然違う。しかもさらにもっと昔だけだから、大仏の時は、それをたったの20年で作れるのはもうありえないっていうことから、まあこれも宇宙人が作ったんじゃねと言われてるわけですね。でもその20年っていう月日がリアルすぎて頑張ったんじゃねえかな。いやじゃあ20年無理よ。俺が1年とかやったら、うわ、でも1年なんてもう信じる価値もないですよ。もう宇宙人、宇宙人だからすぐできたんじゃないか。宇宙人でさえ20年かかったっていう。あ、いやまあ、いやそれは宇宙人過信しすぎだわ、それは。嘘。それは宇宙人を、宇宙研究家のことです。そうですよ。以上が今回紹介した5000でございます。なるほどね。まあ結構広めに行ったからちょっと、まあそれぞれ情報浅いみたいなところあるかもしれんけど、ちょっとこれをきっかけにね、ちょっといろんなものに興味を持っていただければなっていう思いですね。宇宙研究家からの思い。そうですね。宇宙人っつったらやっぱ結構うさんくさいイメージもあるじゃないですか。いやまあ俺は信じたいけどね。ああ、俺結構信じてる、うん、だって人間いるから。今日紹介したその多建築物とかでも、こんな昔からこんな高度な技術を持った建物を作れるのはちょっと考えにくいんですよね、やっぱり、うん、昔にそんだけできるんだったら建築の技術がもっと上がっているはずだとやっぱ僕も思ってしまうわけなんですよ、うん、つまりそれは古代の技術なのではなくて宇宙人が手助けしたもの、つまり宇宙人の技術なのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。ありがとうございます。ということでございます。なるほど。なるほど、かぶることある。しかも同じトーンで。ちょっと宇宙人っぽく。なるほど。いや、ほんといると思うよ、うん、思う。昔のテレビで見たんだよ、俺は。911事件とか、海外のでかい事件とか、うん、出来事の時に UFO の目撃やんってめっちゃ増えるんですよ。そうだね。そう、もうこれは信憑性高いんですよ。まあ、0年から2000年までさ、もうすげえ技術って進歩したわけじゃん、うん、今でさえもう途中だけどさ、飛行機で空飛べるようになったりとか、うん、そういうのいろいろできるようになったわけで、こっからしか考えられないこと、はいはい、だからこっから先のもう1000年2000年経った未来人が出来事に観光旅行しに行きたい。そういうタイムトラベラーってちょっと熱いと、はい、いうことで、信じるか信じないかあなた次第。なんでお前が締めるやん。今お前が今こう話してきて、ね、こっちの今短編のこれ好きだ。